埼玉スーパーアリーナのこの男子フリー世界選手権は、惜しかったな、アベルナンデス、やっぱすげえな。記憶にもそして印象にも非常に強く残る大会です。トップの3人がそれぞれの力を見せて、銅メダルはフェルナンデス、銀メダルが日本の町田、そして金メダル羽生結弦。オリンピックよりも非常にレベルの高い戦いをこの埼玉で見せてくれました。戦い抜いた者たちだけが分かる笑顔というのを3人は浮かべています。さあその表彰式です。ISU World Figure Skating Championships 2014 Saitama, Japan. Victory Ceremony, Men.7年ぶりの日本開催です。前回の東京の世界選手権は女子が金と銀2つを獲得しました。その時高橋大輔が銀メダルを手にして、そこから作ってきた流れ、日本人2人目の世界チャンピオンです。優勝羽生結弦さん、日本。高橋大輔以来4年ぶりの世界チャンピオンです。そして史上最大の大逆転でこの金メダルをつかみました。オリンピックとのダブルタイトル、19歳タイトル総なめの今シーズンになりました。さて国分さん、はい、羽生選手がやってくれました。そうですね、やっぱりフリーではこの東京オリンピックでやり残したことたくさんあったと思うんですよね、はい、それでインタビューを聞いていたら、やっぱり意地というような言葉が出ました。本当に強い選手になったなと思いますね、はい、さあそして金メダリストに負けない大声援が町田が好きに注がれています。男子6人目のメダリスト、メダルの色は銀メダル。荒川さん、はい、町田達樹が世界のメダリストになりました。本当ですね、もう初出場にしてメダルを手にできる、そのチャンスをしっかりとつかめる強さをここまで培ってきたというのが、本当に町田選手の努力がここで実ったなというのを感じる瞬間でもありましたね、そしてまた日本の他の選手たちにも、自分も頑張ったらこうして輝けるのではないかという、そういった希望というのも届いたのではないでしょうか。わずかな差でした。そして3位はスペインのアビエル・フェルナンデスです。本田さん、はい、4回転を3本フリーで決めながら、それでも銅メダル、やはりレベルの高さが現れてますね。そうですね、やはり後半のシングルになったジャンプの基礎点がちょっともったいない部分ではあるんですけれども、ただ2年連続世界選手権でメダルを取るという難しさ、はい、そういったところも彼は本当に今回いろんなことを学んだんじゃないですかね、はい、オリンピックが終わった後、まあ、わずかなジャンプの、まあ、ミスなどもあって、わずかな差でメダルを取りこぼしましたが、そこからコーチに励まされてこの舞台にやってきました。フェルナンデスも大きくその存在感を見せた世界選手権になりました。さあこの風景です。日本男子史上初めて金銀。メダルはオッタビオ・チンクマッタ国際オリンピック委員会委員および国際スケート連盟会長より授与されます。 The medals are awarded by Mr. Octavio Chiquanta, member of the International Olympic Committee. ここからメダルがメダリストに与えられます。この1ヶ月間
金メダリスト羽生は自分の強さとそれから弱さと向き合ってきました。一方この1ヶ月とにかく自分を追い込んできた町田、この舞台が最高の舞台と信じてやってきました。町田が先ほどちょっと銀メダルを見つめた瞬間もあります。そして3位はスペイン、アビエル・フェルナンデス。Flowers are presented by Miss Seiko Hashimoto, President of the Japan Skating Federation. 先にオリンピックチャンピオンに、そして世界チャンピオンに輝いた羽生です。まあ、本田さん、シーズンを通してですね、グランプリファイナルからオリンピック、それからこの世界選手権を取る難しさ、はい、そのあたりはいかがですか。そうですね、やはりあのグランプリファイナル、そしてオリンピックを金メダルを取った後のこの世界選手権までのモチベーションをどう保つか、そういったところの難しさはあったと思うんですけれども、オリンピックのところ、オリンピックで失敗してしまった、転倒してしまったことが、それが逆にプラスになった部分でもあったのかなと、はい、練習をしなければいけない、悔しい思いをしたからこそ世界選手権でいい演技をして今シーズンを集大成、はい、いい演技をして終えたいという気持ちの表れだったんじゃないですかね。そしてあの先ほど表彰式に行く前ちょっと仕草を見せましたが、実は羽生選手は膝と腰にかなり痛みを抱えているんですよね。そんな中でのこの演技、逆転でした。いや、 やはりあの4回転の難しさっていうところはそういうところだと思うんですよね、はい、やはり体にも負担がありますし体力にも負担がありますので、はい、さあこれから国歌です。Rise for the national anthem of the champion. スーパーアリーナに2つの日の丸、そして君が代が誇らしげに流れました。7年ぶりの日本開催、そして名勝負を目撃したファンたちです。本当に国分さんに伺いましょう、はい、あの町田選手の笑顔も素晴らしいですね。そうですね、あのやはり町田選手のところから、今回始まったんじゃないかなと、本当に一番輝いたメダルが取りたいんだと、はい、本当気迫を感じた演技でしたよね、それに対して羽生選手が先ほども言いましたけれども、はい、意地で絶対なんとかするんだと、うん、もう日本勢本当強いなと感じましたね、はい、日本男子の強さを証明する今回の世界選手権になりました。そして、まあ、町田選手に関して言えば今は大阪の臨海スポーツセンターで練習をしています。これは町田選手本人が話していましたが、決して恵まれた環境でなくても、まあ、一般の滑走があるようなリンクであっても、それから海外に行かなくてもメダルを取れるということを証明したいんだと、日本でフィギュアスケートをやれるんだということを証明したい、そんな思いもこのメダルには込められています。本田さんは日本男子のこの強さを作ってきた一人ですが、ついに時代はここまで来ました。いや本当に全日本の時もそうだったんですけれども、本当に世界選手権そしてオリンピックに行くよりも難しい、はい、全日本を勝ち抜いてきた選手たちがやはりこうやって世界選手権の表彰台、一人ではなく二人、
立てる選手が出たというのは本当に素晴らしいことですし、やはり海外の選手にとってもこれだけ超満員の会場で滑れるという喜びっていうのもあると思いますよね、はいはい、あのオリンピックの後の世界選手権、中には荒川さん、こうモチベーションちょっと見つけられないでという選手も時にはいたりはするんですが、今回はこの1万8000人の観客の前で全員がこうモチベーション高く見えましたね。いや本当ですね、あのやはりオリンピックから1ヶ月選手たちはどのように調整してくるのかなというところも一つ気になるところではあったんですけれども、これだけいい演技をたくさんこう目の当たりにすると選手たちは本当にこの世界選手権までも含めてシーズンをスケートと真正面から向き合ったんだなというその功績というのを感じましたね。でまた世界の頂点を日本人同士でこの日本で争うという瞬間に立ち会えたことというのは本当に幸せなことで、選手たちにありがとうございますと言いたいですね。そして国分さん、名勝負でしたよね、はい、いや本当そうですね。やはりそのシーズンベストを出した選手たちって多かったじゃないですか、はい、それはこの会場が作ったんじゃないかなと思うんですよね。本当にまだ3日ですけれども、はい、いい空気ですよね、この埼玉スーパーアリーナは。そうですね、あの日本人のファンのこうスケートを愛する気持ちというのが選手たちに伝わって、そういった大会にも男子はなりました。オリンピックチャンピオン、そして世界チャンピオンの称号を手にしましたが、おそらく羽生の思いというのはまだまだ高みを目指してという思いがあるはずです。本田さん、これから羽生がどういう進化を見せてくれるのか、来シーズンには何を考えていくのか、こう楽しみで仕方がありませんが。そうですね、あの世界中からの期待はすごく高いと思います、やはり今シーズン世界最高記録をショートでも100点超えを出したりと、はい、フリーではやはり4回転サルコー、そしてトーループを決めましたので、はい、来シーズンは4回転3回もしかすると3種類の4回転、そうですね、いろんなことが、もう本当に可能性に満ちてますので、また新しい羽生選手が生まれるんじゃないかなと思います、はい、とりあえず一つ目標に掲げていたのは、まあ、4回転を3回フリーで入れると、はい、これは確実にやりたいという話もしていました。ですからフェルナンデスと同じ構成に持っていくことはもう本人の中では確実にやりたいことなんですね。そうですね、さあここで今これ自ら日の丸を受け取りに行きました。そして男子史上初の瞬間です。金メダルと銀メダル、笑顔が2つ。オリンピック、それから世界選手権と、まあ、ある意味全く違った道を歩んできた2人です。そうですね、やっぱり町田選手も一度オリンピックでもしかしたらモチベーションが切れたのかなと思うんですけれども、またこの1ヶ月でこの世界選手権に、まあ、どんな演技を見せるか、はい、そういうところの標準というかメンタルをもう一回持っていったというところも本当すごいなと思いましたし、そうですね、ショートであれだけ素晴らしい演技を見せてくれました、はい、そしてフリーでもまたこれだけ素晴らしい演技を見せてくれたこの町田選手にもあのファンとしてやっぱり感謝したいなと思いますね、もうエデンの東とそれから火の鳥はファンにとって忘れられないプログラムになりました。そして町田選手のデータで言えば初出場初表彰台というのは2005年のエヴァン・ライサチェク以来ということで、こちらも9年ぶり、素晴らしい記録です。